エバーグリーンのコンバットラット、ね、ちょっとこれ久しぶりに出したらなんかちょっと若干尻尾とボディが合体しだした、おい謎がまあいいや。でちょっとエバーグリーンなタックルでやりたくて、今日はねこれいいんじゃないかなと思って、なんだろう、プレゼンス、昔のコンバットスティックのプレゼンスをね持ってきてみました。ネズミが流されて来ないだろうけど来ましたよっていう体でね。あー、コンバットラットね釣ってみたいんだけど、なかなか関東だとちょっと躊躇するタイプですよね。もうすげえボイルスとかしてる時とかだったらありかもしんないけど、今日はこんなちょろちょろ流れだから、タイミングで魚が刺してきた瞬間とかだったらありかな。すごいダックビルアクションすごいなこれすごいなこの動きはいはいはい、うお、何バス何バシャッつったんだ。違うか、鯉かなんかか。いたら浮いて見に来ると思うんだよな。ちょい、でもなんか魚は入ってるみたいだからクイックチェンジャーかまってちょっとだけレンジを入れられるようにしてます。うわー、こんなとこいない、いるかな。ちょっと夕まずめに調査してる。ここはなんか今バシャっていったんだよな。どうかな。
ないかな。ワンちゃん、うん、鯉はいるからな。絶対こういう時ってバスも刺してんだけどな。いませんか。あれ濃いだもん。具が合えば食いそうだ。ちょっと小池フルキャストを振られてしまったんで、夏っぽく3インチのカバースキャット、全然 3.5 インチでも良さそうなんですけど、ちょっとなんかバスが何かルアーのサイズ感を若干見てる気がして、少し小粒な 3.5 じゃなくて、まあでも2.5 だったら 2.5 がベストだとは思うんですけど、3インチ。3インチのシミフォールだとダートだったら、食うんじゃないかパターン。うわ、食った！3インチに変えたら、あ、そっか、バスのサイズがこれ。ちょっと大きめのルアーで反応がなくて
3インチにしたらサイズは小ぶりだけど、ようやく食ってくれましたね。これ今年出たばっかりの3インチ、ちょっとねバスのサイズに合わせて難攻不落のところに放り込んだらいい仕事してくれましたよ。あ、こんな色でも食ってきたねイエーイ。はーい、今年出たばかりの3インチでガマカツの40番のフックに40番に3インチでこういうところとかもいたりするんですよ。いないか。ここは厳しいか。でもこっち側にいたからね、今ね。それは枝か。こっちから投げて切りもみさしたら、あー食った、もう一匹いた。すげえ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 、あーちっちゃいけど、おおおお、いた。うわ、すげえとこかかってる。はい、すごいところにチビバスいました。ねえ、3インチに変えたらポコポコ釣れるようになったよ。いやー、今日全然釣れてなかったからもうここだけで頑張っちゃおうかな。はい、3インチピーシュ、イエーイ、やったね。いやー、なんかよくわかんない場所でよくわかんなく釣れておりますが、蛍光黄色大活躍。なんだと思って食うんだろうね、この手の色はね。よいしょ。今ぐらいのちっちゃいサイズでもしっかり加え込んでくれてたから全然4番の針で良さそうだね。こっからこっちに投げたら食ってきたけど、2匹いたよ今日は。2匹いました、ここ。